アイデア英英会話にお乗りいただくにあたって、まず最初にご理解いただきたい点がございます。英英会話にはサイドスタンドやセンタースタンドがございません。ハンドル中央にあるロールロックレバーとパーキングレバーを引くことで車両を直立状態にすることができます。車両に触れる際は2本のレバーが手前いっぱいに引かれており、車両が倒れないことを必ず確認してください。車両を使用する前にバッテリーの充電を行ってください。車体側の差し込み口に充電ケーブルを差し込みます。反対側を 200V のコンセントに差し込みます。充電が開始されるとメーター中央にチャージングと表示されます。充電終了後は走行可能距離と充電量が十分かメーターを見て確認してください。走行するための準備をします。シートにまたがり足で車両を支えてください。左のブレーキレバーを握ってください。ロールロックレバーとパーキングレバーを前側いっぱいに倒し、ロックを解除します。メインスイッチをオンにします。メーターのレディーランプが点滅したら、左のブレーキレバーを握ったまま、右のブレーキレバーを握ります。メーターのレディーランプが点滅から点灯に変わったら、走行準備完了です。スロットルを回すと車両が前進します。左右のブレーキレバーを握ると減速し停車します。右ハンドルスイッチのリバースボタンを押しながらスロットルを回すと車両が交代します。水平な場所に車両を止めてください。ロールロックレバーとパーキングレバーを手前いっぱいに引き、車両が倒れないことを確認してください。これで完了です。次の走行に備えて充電を行ってください。不明な点がありましたら車両に付属する取扱説明書をご確認ください。